はいどうも、Bモデルの B はバトルフェイスの B。 どうも、バッフェです。ちょっと今日耳忘れました。はい、本日はこちら東京ドーム、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この東京ドーム、まあこのカードが最後なんですかね、中日の東京ドーム、はい、話には聞いてました。ドラゴンズファン、東京ドームでの熱量がすごいと。まあ神宮でのね、ドラゴンズファン、名古屋ドームも行ったんですけど、この東京ドームの特にこのビジター席は格段に違うと。一回ねそれを体験しに行こうと、もう今シーズン最後、来ることになりました。そして本日は中日戦といえばこちらです。どうも、佐藤です。月1キャラの佐藤、はい、しっかり9月初出演です。はい、8月の動画で、ね、皆さん接しやすいコメントいただきありがとうございます。いやファン増えとるで。はい、もっとね佐藤出てほしいよって方は高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。東京ドームの中日戦来るの14年ぶりなんよね。14年前というと4番ブランコ。ああその時代、うん、その頃はだってもドラゴンズ強かったもんな。そうね、俺が中1の頃だよ。もう息をすればドラゴンズが勝つ。なるほど、そんな時代もありました。東証国ね、吉見チェントがね。いやいや何言ってるんですか、今日勝つでしょ。いやもちろんもちろん今日ヒロトやヒロト、ね、ここ2日でドラゴンズ1点しか取られてないですから、これは勝つでしょ。うん、ということでね、今日はヒロト対菅野投手で、バトルフェイスで、はい、東京ドーム、この中日ドラゴンズの、ね、ビジター席も多分非常に熱いと思うんで、僕たちもそれにね揉み込まれないように、はい、全身全霊でバトルフェイスいきたいと思います。よいしょ。おっと、ちょっとね今日ドラミミアスリタンで新しいこの青いバージョン買おうと思います。すいません、耳取れたんすよね。買うとか言うてね、ほんま体の一部やったんすよ。体の一部が取れたっていう、新しい耳が生えてきたどん。それでは本日こちら東京ドーム飯、調査のジャージャー麺、はい、長野選手のプロデュースです。こちらなんか復刻って言ってるんで、なんかその長野選手が今年復帰して、それなんか多分昔のやつが復刻されたみたいな感じで、はい、懐かしの味いただこうと思います。 OK かな。あ、これねほんまに復刻してる、復活してるわ。一回やっぱいなくなってもやっぱ帰ってくんねん。復刻する味、復活すんのよ不死鳥。これまでね、やっぱりその途中で退団したけど、やっぱりちょっとね、ジャイアンツ、今シーズン帰ってきたエドガー選手のような、やっぱり帰ってくる、お前帰ってきたんかみたいな。パヤノ、パヤノ、パヤノ、ドラゴンズでパヤノ。今日食レポ失礼いたします。ジャイアンツ、早稲田といったら高梨投手ですね。はい、早稲田からエネオス行って、今ジャイアンツにおります。高梨キッチンの、カツカレーということでいただきます。空腹にカレーとカツが合わさったこのパンチ力、もうたまらんですね。このパンチ力といえば、元中日ドラゴンズリナレス選手のようなリナレス選手のようなカツカレーでございますということでね、今日もヒロとナイピでお願いします。
そうさん、いつになったら点取れるんですか。スコアボードにね、米粒ばっか並べても意味ないですよ。ねえ、そっちで米生成せんで ね、食堂に米作ろう。8回9回にチャンスができたから、ね、我々動き出すのが遅かったんですよ。なるほど、うん、我々も戦わないといけないんです。早いな。次5回終了で点取れんかったらビール1杯で。いやもう4回がダメだったから。え、もうなん、うん、今んとこ試合も動画もクソつまんないからさ。そうやね、うん、ちょっと戦う感動していこうか。やりましょう。我々も戦っていきましょう。肝臓も、はい、いきましょう。それでは勝利に向かって、シュー。15分、はい、2杯目です。じゃあの食リポコーナーありますけど、新コーナー、売り子リポコーナーいきます。あのまあすごいね、まあ、笑顔が素敵でね、でしかも結構ね、配りというか気遣い、やっぱりそのね、会見の時のそのね、その受け渡しとか、その細かいところもしっかりと気遣いができる、これはまるでね、配り上手、で笑顔が素敵、これはまるでオリックスの宗優馬選手のような売り子さんでしたね。胸でかいぞ。胸で、いやいや意味変わってくる。そういう意味だよ。点取れ。応援団ですら気合い入れるゴール来るかもね、これ顔見て俺この後作戦の営業やねんけど、ね、さっき言ってたじゃん、次仕事がある時の俺は絶対潰れへん。いや潰れてはいない、潰れてはいないやけど、この顔で出勤はまずいやろ。ハーフ顔、やっぱこれハーフ顔といえばあのオリックスの野口智也選手のような売り子さんでした。
はい、ということでドラゴンズ、5-0 完封負け。正直言っていいですか、もうね、正直中日はみんな一試合一試合の勝敗もどっちでもいいんですよ、もう、うん、ほぼクライマックスシリーズもいけないようなもんじゃないですか。その中で例えば昨日ね、中地選手が7回投げ切ったのにマシンガン系統で結局リリーフ7人使って今日も6回に4人投げてるわけですよ。だいぶマシンガンやったね今日。それがね、来季につながる戦い方なのかっていうと、もうこれはね、もう絶対違うと思うんですよ。で、まあ、動画を見てもらえたら分かると思うんですけど、スタンドの怒号がもうかなり飛んでるんですよ。いやいや、今日はすごかったね、うん、俺ら今まで神宮行ってきたけど、それとはちょっとまた雰囲気が全然違ったね、うん、まあ、だいぶチームも切羽詰まってきてるのはあると思うけど、なんとかね、気合い入れろって声いっぱいあったけど、気合い感じないもんね、今のチーム。本当にこれ、中日ファンの皆さん、視聴者いっぱいいると思うんですけど、皆さんの意見も聞いてみたいですね。本当ね、気合い入れるドラゴンズよ、マジで、うん、気合い入れた方がいいよ。もう今年はあの諦めてるんで、だからね、来年勝ってくれればいいんですよ。まあ、今年はね、いろいろ言われてるけど、なんとか来年にそのつながる戦いっていうのはやっぱしてほしいし、警告状見してくれや、うん、ね、我々も一緒に行って0勝4敗じゃないですか。いやいやいや、佐藤が悪いじゃん。俺が悪い、佐藤と右行って0勝よ。ちょっとこれは2軍での修行が必要なのかもしれない。ああ、大ちゃんみたいに登録抹消する、うん、1軍、うん、バッフェ登録抹消、うん、ちょっとそうっすね、あのバッファ君がね、今2軍の帝王で今ね、各地回ってるんですけど、ちょっとバッフェもやっぱ2軍の修行必要かもしれない。考えましょうか。とりあえずバッフェ1軍の登録は抹消したいと思います。はい、当然私も抹消ということで、はい、まあ、2軍も今だいぶひどい状況らしいんで、ちょっと2軍の方から下から底上げしていくって意味でも、ちょっと一回ね、下を見てみるのもありかもしれないですね。で、ちょっとね、近々名古屋球場行こうと思いますので、はい、皆さん、フルレッドでプレー。